私たちの30年、そこには食がありました。食が持つ力強さ、食が運んできてくれた出会い、食が与えてくれた喜び、楽しみ、希望、食の可能性を信じ続けた30年。そして私たちのこれからの30年は新たな創造へと進んでいきます。1991年、創業者の佐藤が食に力強さと可能性を感じ、バルニバービを設立。1995年、人もまばらな問屋街であった大阪南千葉に1号店アマークドパラディをオープン。その後1998年には2号店となる4階建て300坪を占めるカフェガーブをオープン。当時大阪最大のカフェと言われたガーブは年商5億円となり、開店するや否や多くの人でにぎわい、街は大きく変貌を遂げることとなりました。2001年から株式公開を目指し、チェーン店化による事業拡大を図るものの、自分たちが心地よいと思える環境ではないロケーションへの出店、同一メニューやマニュアル化したサービス、均一化された店に対するスタッフのモチベーションが低下し、事業拡大のみを目指した経営戦略によって3年間の停滞と業績不振に陥りました。しかし私たちは創業当時の思いに立ち返り、自らがやりたいサービス、料理を体現し、お客様に喜んでもらえる店だけを目指し、オリジナルな店作りに邁進しました。1店舗ごとにその場所に合ったプランニング、デザインを行い、食を通してなりたい自分になるという思いを持ったスタッフたちが店を運営していくことで、お客様の満足度を高める創意工夫をしながら、経営者の視点で店舗運営を指揮できるメンバーが増え、組織の拡大につながりました。創業から24年の2015年には東証マザーズに上場。株式公開によって社会的信用並びに資本状況は安定化し、行政や自治体との連携も多様化しました。1店舗のレストランを出店することにとどまらず、食から始まるエリア開発のパイオニアとして全国から出店誘致の声が届くようになったのです。現在は19社を超える店舗運営子会社が生まれ、代表取締役が23人となり、また社内独立制度を活用した5社のメンバーとともに、これからも増加していく予定です。2020年、新型コロナウイルスによる世界的なパンデミックの影響により、人々の生活意識への変化が加速すると、人が活動する空間や移動手段、コミュニケーション手段に対して多種多様な考え方が生まれました。本当の豊かさとは何か、穏やかで安心安全なライフスタイルを育める環境が重要視される時代へと移り変わりました。人はどんな毎日を過ごし、どんな未来を残したいのか。株式会社バルニバービはこれからの30年を共に考え、共に作ります。ここからまた新たな挑戦が始まります。株式会社バルニバービは、食をベースにした街づくりエリア開発会社として、食から始まる日本総再生に取り組みます。そのために必要となる成長と発展に向けて、新たな事業セグメントと戦略を発表します。レストラン事業におけるバッドロケーション戦略での出店で培ったノウハウや知見をもとに、新たに食による地方創生を軸とした総合的なエリア開発を行うエステートビルドアップ事業を2つ目の成長戦略の柱とします。エステートビルドアップ事業では、バッドロケーションデベロッパー戦略を推進。レストラン事業セグメントにおける収益体制のみならず、食を通して活性化した不動産の流動化によって、
新たな収益を見込んだ新規セグメントです。価値が上がった土地不動産の売却だけではなく、賃貸業や管理業などの分野でも収益が見込めます。日本全国を対象に、人々が幸せや楽しさ、そして豊かさを感じられる最高のロケーションを発掘し、飲食店や宿泊施設、レジャー、教育や地域交流が育まれる場作りを行い、不動産価値向上によって創出する多様なキャピタルゲインとインカムゲインを見込んでおります。私たちの強みはロケーション発掘力、環境に合わせた企画デザイン力、運営子会社によるオペレーション、不動産価値向上を目的としたアライアンスによるファイナンススキーム、これらすべてに当社が参画し、エリア開発における川上から川下までのハンドリングを担える点にあると考えます。エリア活性化において食が持つ力は必要不可欠であり、レストラン事業における店舗開発、デザイン、企画、オペレーションの力とエステートビルドアップ事業が融合することによって、新たなシナジーが生まれ、開発エリアの不動産価値を高めることにつながります。この取り組みをイノベーティブシナジー戦略と名付け、今後の当社の事業戦略とします。イノベーティブシナジー戦略により、日本で類を見ない食をベースにした街づくり、エリア開発会社として、アフターコロナを見据えたこれからの生き方、暮らし方、そして収益性が低いと言われる食ビジネスの構造に不動産、金融、DX を掛け合わせることにより、その生み出した価値を定山レベルで高めていくこと、さらには現在推し進めている環境への取り組みにおける関わりの中で総再生することで、持続可能な街づくりを日本全国で行っていくこと、それこそが我々が目指す未来です。レストラン事業とエステートビルドアップ事業を一体化させた新たな事業戦略、イノベーティブシナジー戦略、この変革に伴う新体制をご紹介します。代表取締役会長佐藤博久、代表取締役社長安藤文秀、常務取締役中島邦子、取締役田中良平、取締役水沢博明、社外取締役山中哲夫、監査役柴田正義、社外監査役青木岩尾、社外監査役佐藤俊樹、各役員一人一人の特性個性を生かし、適材適所への配置、さらに新たな社外取締役も加わり、他分野の専門知見アドバイスをいただきながら、より一層の成長とガバナンス強化を図っていきます。食が持つ力強さに触れ続けた30年、その素晴らしさに出会い続けた30年、多くの喜びと楽しさ、希望を感じ続けた30年、それは私たちが食の可能性を確信した30年でした。そしてこれからのバルニバービの30年、より多くの人々が楽しく豊かに暮らせる世界へ、私たちは食から始まる日本総再生へ向けて、新たな価値を生み出し続けます。